隣の家の少女は、ジャック・ケッチャムによる1989年発売の小説及び同作を原作とした映画。後半で検察官により、インディアナで起きた最も恐ろしい犯罪と称された、シルビア・ライケンス殺害事件からインスピレーションを受けて、記された。元の事件は1965年にインディアナ州で起きたものであるが、 本作では1950年代のニュージャージー州を舞台としている。1958年、アメリカのとある田舎町に12歳の少年デビットが暮らしていた。隣の家に住む女性、ルースのもとへ両親を亡くしたという快活な美少女メグとその妹で肉体的な障害のあるスーザンが引っ越してくる。デビットはすぐにメグに心を奪われるが、 同時期、姉妹がルースによって、石棺を受ける現場を目撃し、ショックを受ける。ルースの虐待の矛先はやがてメグにより鋭く、変質的に向けられるようになり、ある時メグは、地下室に監禁され、ルースと彼女に先動された彼女の息子たち、そして、近所の少年たちによって生産なる領辱と虐待を受け衰弱していく。デビッドは、 ある時メグを脱走させようとするが失敗に終わる。その後のメグへの虐待は女性器を焼くなど悪化の一途をたどり、ついにわしに至る。その後、デビットはルースを階段から押して殺害するが事故として扱われる。デビットは後悔を抱えたまま生きることとなる。2007年にグレゴリー・ M ・ウィルソン監督により映画化された。 最初に制作者であるミラーとハウテンの間で企画が持ち上がった。ホラー小説家のスティーブン・キングが本作を高く評価していることで知られる。映画版についても、この20年で最も恐ろしく、ショッキングなアメリカ映画と評している。また映画評論サイトのテイスト・オブ・チネマでは、精神的苦痛の伴う映画20選の10位に選出されている。ありがとうございます。